ビノリ、ロナとファンのファンタジーラジオ。皆さんこんばんは、マビノリの世界へようこそ。ロナリ作役磯地こと磯村智美です。クライス寺のパン役ヘリクス野郎のパンこと小野ゆうきです。この番組はマビノリの世界の魅力を皆様にお届けするファンタジーライフ系ウェブラジオです。ということで、さすがに嬉しい、9月だね。入った9月だね。夏が終わろうとしているよ。夏と冬どっち好き？夏です。そうだよね、夏の方がいいよね。終わってしまう。やだ、終わってほしくない。あ、これ今、うん、ただじゃあ、うん、なんですか、進行表に、うん、クラスメイトに2学期で入してる子とかいませんでしたかって書いてあるんですけど、2学期で入？入って何？ブランニューみたいなこと。ブランニューのことを入という新しくなってる子。なるほど、じゃあブランニューだ。本当にブランニューだよね。ニューって言うんですか今の子は。ブランニュー私みたいなこと。これは2学期なんだ、夏休みデビューみたいなことを今の時代の子はニューしてるっていうの。あ、そんなこと言うんだ。ニューしてるんじゃねえみたいな。あいつニューしたんじゃねえ。マジですかこれ本当に本当。まあでも見なかったですけどね、僕は。トントその私もないな、うん、意外とレアなんですかねこういう2学期。どうなんだろう、ね、デビューしちゃってみたいなのは。あれかもよ、意外とさ、あれだよ、田舎の純朴な子がちょっと都会に遊びに来ちゃって入しちゃうんじゃん。あ、で入しちゃうんだ。そう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 。あ、ってことは都会の都会寄りの学校にいるとあまり入するケースはじゃないかな。なるほどね。最初はちょっと入寄りというか、そうそう入寄りだし、あ、うん、まあ、田舎に遊びに行ったりとかして、うん、綺麗だなとか感銘は受けても自分がどうかなるっていうのはあんまないんじゃないかな、ね、どうかなって入することはね、入することはね、ま、ないですけれども。だってほら109とか来ちゃったらもうギャルギャルしいお姉さんたちが。そうですね、売ってるわけじゃん。売ってギャル、ギャルギャルしいお姉さん売ってないですけど、洋服が、洋服がね、洋服が売ってるわけ。お姉さん売ってるのちょっと別なんですけど、ね、それを着たらギャルギャルしくなれるわけじゃんってこと、ギャルになれる。そうですね、そうそう、それ入したくもなりますわ。入しちゃうよっていうことだ、うん、もう僕ら入って言葉ある前提で喋ってますけど、してるけどね。あ、でもね、ちょっと情報を募集して。え、109の話をしてちょっと思い出した。え、109私この間買い物に行って、なんかね、もうお腹は出る前提の服だったりとか。え、磯地そんな違う攻めたがあって、攻めたね、え、あって、あって、これすごいな、うん、もう出るじゃんと思って見るじゃない、うん、そうするとお姉さんが来て、うん、あ、もうこれはもう出していただいてみたいな感じで言ってくるのショップ店員ですね。もうそうそう、出していただいて。それででも上もこれ結構ブラジャー見えちゃいますよね。おいおいおいって言ったら、うん、あ、もうブラもファッションで出していただいて、うん、全部じゃんって思ってブラもファッションで出すもうマルキューはそんなそうだったの、びっくりして。待ってお姉さんみたいな。え、あ、そう、うん、やべえ、ほんとそう。俺マルキュー行きます。行ってみた方がいいよ。はい、ブラ出しますもん。もう結構ね、でもそのお姉さんも、はい、え、うん、え、お姉さんもすごい服着てたのよ。お姉さんもお姉さんすごいっすねみたいな服着てた。なんだ、でもこれがファッションだみたいなこと言われると、そうなのかみたいな。そうかっつってね、言うしかない。そうかみたいな。あ、そうなんすか、うん、すごかったよ。すげえ、ちょ、うん、俺も入手しちゃおっかな。入手して、お腹出していただいて。俺腹出して、ちょっと腹、ちょ、へそ周りの毛を剃らないといけないですけど、ね、ブラジャーも出していただいて。ブラもね、ちょっとおしゃれなのを買わないと、ちょっとね、大胸筋サポーターをね、そう、キュッつってね、ちょっと寄せてあげないといけないんで、当てていただいて。はい、じゃあ、ちょっと待って、何9月3連休2回もあんの。なるんだ、知らなかった。まあ、あんまり私たち関係ないんじゃない。あ、確かに、うん、あ、そうなのか。あれ、学生時代あんま自覚なかったけど、9月ってそんなに休みあったっけ。ありましたっけ。8月ずっと休んでて9月つらいなみたいなイメージしかないけど、あ、ね、あれじゃない、文化祭とかやってさ、うん、体育祭とかやってさ、私体育祭秋だった、はいはい、振り返り的な。そうそうそう、結局、うん、そんな休みじゃねえみたいなパターンじゃないこれあれって、潰れたぞみたいな、うん、違う、そうかもな、うん、でもまあ、この休みだったらね、マビノリをプレイするのもいいんじゃないですかっつって。マビノリするのもいいよ、今まで PC の前暑いからね、エアコンつけないとちょっと熱暴走起こすんじゃない、これ大丈夫大丈夫って言いながらやるじゃん。確かに今の時期いい感じになりそうですから ね、これからね。いいね、確かに秋の夜中はね、ぜひぜひお楽しみください。はい、それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ロナパンラジオスタート。マビノリ、ロナとパンのファンタジーラジオ、この番組はネクソンの提供でお送りします。マビノリ、ロナとパンのファンタジーラジオ。ラ
ジオを聞いてくれている皆さんからのお便りを紹介するまびのじ通信のコーナーです。はい、早速皆さんからのお便り紹介していきましょう。お願いします。まびのネームテイムラビさんからいただきました。ありがとうございます。こんまび。こんまび。今回はおすすめの少し不思議な RP クエストを紹介します。それは巨大クモのマフとトレボーのガントレットです。説明しよう。来た、説明しようの人だ。まずは巨大クモのマフです。発生条件は白クモ、赤クモ、黒クモのマフを持って羊飼いの少年ディアンと個人的な話で会話する。会話後巨大クモのマフをもらい、アルビダンジョンでもらったマフを落とすとRP スタートです。ほう。ダンジョン内では自分がクモになりダンジョンをクリアします。ダンジョンクリア後にもらうキーワードでディアンと会話するとアイテムがもらえます。どうしたんですか。いや何もです、続けてください。2つ目はトレボーのガントレットです。ほう。発生条件は金庫アルバイト、ディアンなどのタイトルをつけた状態でトレボーと個人的な話で会話する。会話後 RP 用アイテムトレボーのガントレットをもらい、アルビダンジョンでもらったガントレットを落とすと RP スタートです。なんだろう。ダンジョン内では自分がトレボーになりダンジョンをクリアします。ダンジョンクリア後にもらうキーワードでトレボーと会話するとアイテムがもらえますと。2つとも1人でのプレイなので簡単にできます。あ、一度したら2度目はできません。なるほど、1回だけ。うんうんうん。で、まあ、ちょっとしたねこれ暇つぶしになるんじゃないかというおすすめだそうですよ。ありがとうございます。ほうほう、うん、まあ確かに、うん、RP ダンジョンは自分がねやられることが少ないから、うん、なるほど。すいません、その前にちょっといいですか、うん、あの説明しようのお姉さんが気になりすぎて、うん、内容全然入ってこないです。ひどいよ。もう一回読ませる気。これをマフがどうこう、マフのところでちょっと一箇所だけちょっといいですか。何聞かせてもらって。マフのあたりを。え、どこどこ。一個目のマフのあたりを。あ、説明しよう。これ好きなんだな、きっと。まずは巨大クモのマフです。いいな、この説明しようのお姉さん俺好きだな。ちょっとね、ちょっとたまにやってこれ。ちょっといいな、この抜け方が。いいな。とりあえずだから、はいはいはい、自分がクモになってダンジョンをクリアするやつと、うん、はい、あと自分がトレボーになってダンジョンクリアする RP のダンジョンがある。なるほど、うん、RP のダンジョンってのはちなみに、うんと、自分が自分の姿じゃなくてさ、そのルエリになったりだとかさ、うん、他のキャラクターになって進んでいくダンジョンが RP、RP、うん、なる、あ、ロールプレイングってことなんですか。違うと思う。違う。違うと思う。俺合点したんですけど、勝手に頭の中で違うんだ。全然違うと思うけれど。なるほどね。なんかね、うん、だからあのやられる確率がすごい低くって、うん、割と使えるスキルももともと持ってたりとかするし、うん、なんか楽しそうですね。一人でやるにはいいんじゃない。ほらなんかほら、あのしょっぽい戦い方してんじゃん。しょっぽい、まあね、まあまあまあ2部屋でパッパラーとか言ってるじゃん。パッパラしますわ。 HP のバーの場所も分からず戦いますわ、うん、僕は。そうだね、はい。いいんじゃない、こういうのやると。楽しそう。私これ2つやってないな、やってみようかな。うん、こんなのがあるってことを知らなかった。いい、うんうんうん、っていうか、なんであの RP になるんだろうね、うん、雲になったりとかするんだろうね。なんかあるのか ね意味とかかもしれないですね。これちょっと、うん、ちょっと気になりますよ、これ、ね、続報をちょっと。自分でなんかこうね考えて、こういうことなのかなとか、ストーリー考えてやったりとかすると面白いかもね、うん、いやいいですな。ありがとうございます、ナイスな情報ありがとうございます。さあ、そしてこの方、マミオネーム、はい、ケイモスさん、うん、ありがとうございます。イソッチオノパン、こんまび。こんまび。イソッチに質問です。お、オノパンとカッキーの結婚の話が進んでますね。俺とじゃないよね、うん、あのマミノギ内で結婚すると何か変化あるんでしょうか。あーはーはーはー、結婚してるとこんな利点があるよとかあったらぜひ知りたいと、うん、はい、いただいてます。確かね、タイトルが取れる、まず結婚したみたいな。なるほどね。であと養子がもらえるんじゃなかった、なんかファミリー的なシステムがあって養子を取ることができる。だからカッキーとオノパンの娘に私がなれてる、うん、なんか変な感じ。何、ロナパンファミリーが作れるわけですよ。あ、なるほどね、うん、なるほど、うん、まあそれは素敵ですけどね。あんまり魅力を感じてないよね。いや、それがだからオノパンとカッキーつっちゃったからですよ。あ、そうかそうか。そう、僕のあのなんだ、クツコと哲也さんのあれあれをくとってことなら ね、それは素敵ですよ、うん、養子に。3人で生きていこうよ。エリンをエリンで。お父さんお腹すいた。うわ、あ、そうかそうか。あ、そうかそうかっていう、これは俺はあれだ、あっちのキャラだ。お母さん、クツコママ。
なんかひもじい思いさせてごめんね。あ、そんな貧乏設定なの貧乏設定なのねえねえ。俺そっちで受け取っちゃった今マジでなんかお母さんがすごいさ、なんか料理とかスキル持ってて、ドーンと作ってくれたりとかするのを、なんかお腹すいたっつってね、言ってくれたんで、俺勝手にもう食べるもんないってやで、ごめんねっつってパンすらっていうひどいわ。いやじゃあ次のメールをお願いします、ね、小野川先生。テンション上がっちゃった。なんでテンション上がるの、結婚に。メガネちょっと曇っちゃいました、マミのネームケンジーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マミのギあるある、うん、来た。あるスキルを上げるために、うん、まずはこっちのスキルを上げておこうかな、あるあるわと、うん、別のスキルを上げようとするが、うん、そのスキルを上げるためにはさらに、あ、こっちのスキル上がってる方が楽だなと、本来のスキルとは全然関係ないスキルを上げるところから始まることになる。あると思います。ある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 、あるし、なんか上げたことによって AP 足りねえみたいになっちゃったりとか、うん、あ、なるほどね、うん、本命を上げようと思ったらやっちゃったっていう、あららっていうのが、うん、なるほど ね、 ね、いろいろスキルとかを発見するとやっぱ取得したくなっちゃうじゃないですか、うん、あれもしたいこれもしたいって、わがままボディですよ。なるほど、うん、これだ、それだ、それだ。でもだいぶ絞れてきてますよ。あ、そうですか。でも秋だよ、食べ物美味しいよね。やばい、秋限定とかついてると食べちゃうな。モンブラン好き？好き。おお、やばい。秋はね、ほんと食べちゃうからね。これはまずかぼちゃ系の美味しいの。あ、かぼちゃ美味しい。やばい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 。あ、もう食べたい。やばい。今、now。なっちゃった。食べたい now。やばい。あ、じゃあじゃあ普通歌を聞いて。あ、うん。はい。あ、これはね。え？もうそんな食べたいなんて言ってる場合じゃなくなりますよ。マビのネームトーイさんからいただきました。ありがとうございます。ロナとパンがお悩み解決してくれるコーナーがあると聞いたのでメールします。おっと、食べたいとか言ってる場合じゃないだろ。ええー。今度の冬休みにアメリカ人のオタク友達が遊びに来ることになりました。とりあえず日本語を覚えたいと言ってるんですけど、真っ先に覚えた方がいい日本語があったら教えてください。ぜひロナとパンの意見が聞いてみたいです。なるほど、なるほどね。真っ先に覚えた方がいい日本語。真っ先に覚えた方がいい。どうすっかな。センブリ茶ですかね。それはどうして、あんま使わないよ。日本人みんなこれ好きっつって好きじゃないから罰ゲームで飲んでるよロナで言って、あ、ロナじゃない、パンで言って、パンで、パン、そう、いや、パン、パン的にはね、パンこんなだった、うん、なんかちょっとちょっとなんか頭悪そうだぞ。頭悪いそうだけど、悪そうだな。パン的にはそうだね、そうだね、覚えてほしい言葉これ、ラム肉。どうして、え、自分の肉自分の肉、ラム肉をぜひ、ラム肉日本語じゃねえし、ラム日本語じゃねえし、ほんとだよね。いや、あの、小野くんは分かってないよ。あ、何ですか。アメリカ人のオタク友達が来るから、ねえ、あ、オタクの友達と楽しめる。今あれっす、ちょ、俺かけたんす。何何言ってごらん。あの、日本の、あの、なんつうんすか、有名なアニメにあるじゃないですか、あの、ラムちゃん。あ、ラムちゃん。そこにかけてみました。ラム肉。ラム、かけてみました。嘘だ、絶対嘘だね。嘘ですけど。嘘だね。嘘ですけど。なんだろう。魔女っ子とか。あー、でも。ってこと？あの、あれがいいんじゃない？どうなんですか？あ、じゃあ、ちょ、ロナでぜひ。ロナで。お願いします。これは、ズバリ、おっぱい！こうやっておっぱいおっぱいって、なんかライブとかも、え、何それ何そのライブ、楽しそう。ライブとかでもさ盛り上げられない。いや、そういうライブ俺知らないです。何すかそれ。こういう、あの、その動きも何すか。え、そのおっぱいの動きなんすか。こういう動きの顔文字があるじゃん。おっぱいおっぱいって、何それ知らない。楽しそう。そうそう、誰のライブっすか。あの、誰のライブとか置いといて、あ、そう、こういう振りがあるから、ライブとかでも何かあったらおっぱいおっぱいって言えばいいし、何かあったらおっぱいって言っていいんすか。ライブって言っていいよ。今ちょっと俺ライブ楽しめてなかったかもしれないですよ。言っていいんだライブって、まあ、どうだろうね。グランロデオで言っちゃダメだと思うけど俺まさにそれをイメージしたから、あん時言ってよかったなと思って、おっぱいおっぱいみたいな、あんま言ってないなと思って、なんいけるところもあるかもしれない。なるほど、じゃあこれぜひ覚えてほしいですね。うん、一緒にほらでもアニメとか見て、興味のアニメこうプルンプルン揺れるじゃないですか、うん、まあ確かにすごいですよ。そしたらおっぱいおっぱいっつってふわーっつってなればいいじゃん。逆に、うん、英語でおっぱいってなんすか。なんだろう、ボイン、パイオツ、ボイン、ボイン、ボイン違うよね。バスト、バスト、バスト、あ、そうか、あ、まんまバストか。バストつまんないな。えつまんないってなんすかなんかほら、あの、情緒がなくない。
あー、わかる。わかる。あ、おっぱいには情緒がある。そう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 。あー、わかるな。なんかおっぱいって言うと揉みたくなるけど、バストって言われるとなんかなんだろうみたいな。硬い感じ。そう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 。するな、確かに。あ、バスト。みたいな。バスト、いや。ね、なんか別になんか触ってもいやらしくないみたいな感じがするもんね。確かに、おっぱいは確かにね、うん、そうですね、いそっちいいこと言った今。ほら、おっぱいには情緒がある。そうだから、日本のわびさびが、わびさびが詰まってる、おっぱいには、おっぱいには詰まってる。こう間違った文化をしてんだろ。嘘。でも求めてるのってこういうことだよ絶対。アメリカの、まあ、確かに。そう、わかります、気持ちわかる、うん、じゃあこれ、じゃあおっぱいをぜひ、ね、そのケビンでした、ケビンに、ケビンに教えてください。ケビン、カッコ仮に教えてあげて、はい、教えてください。はい、じゃあ次いきますよ、はい、マミのネーム埼玉県民さんからいただきました、ありがとうございます。座右の銘&頑張ろうな宛てです。だからさ、もう増えてきたね最近。ここの普通歌のコーナーになんか入れ込まれてない最近ね。お腹が空いてる時にコンビニ行くと、ついついこれも食べたい、これも美味しそうと必要以上に食べ物を買っちゃいます。家に帰ってから、なんでこんなに買っちゃったんだろうと後悔します。どうしたらいいですか、うん、ほらあるでしょそういうこと。もうね、うん、わかりました、これは答えましょう、はい、お願いします、座右の銘を。じゃあ、後悔なんてするんじゃめー。あ、後悔しなくていいんだよ、食べちゃっていい。そう、俺は後悔してないよ、うん、今ダイエットしてるじゃないですか、うん、さっきまたコンビニ新商品でなんかすげえ美味しそうなアイスあったから、うんうんうん、普通に食べちゃった、はい、後悔はしていない。食べたらその分消費すればいい。そういうことです、うん、そう思いますよ僕は。新商品は我慢せずバンバン、僕だってコンビニから出たら気づいたら2袋ぶら下げて家帰ることあります、うん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 、こんなにいつの間にみたいな、うん、ありますよ。そうか、うん、まあ新商品、月曜日とかって新商品多いんだっけ、水曜日だっけ、分かんないです、分かんないです。とりあえずもう片っ端からもうあれなんかあるって聞いた。マジですか、うん、あの今でしょの先生が言ってた、先生が、先生が言ってた、先生が言ってた。マジですか、うん、それはじゃあ確かな情報ですけど、曜日が確かじゃないですね。そう、曜日が確かじゃないのとあとなんか15日かなんかだけイチゴがついてるからイチゴが乗ってるみたいな話をしてたの。なんか、なんだそれ、マジですか。そう、なんかね、なんかローソンだったかな、なんかのね、ロールケーキかなんか、なんかそんな話だった気がするんだけど。おお、気になりますね。その日だけなんかイチゴ乗ってるみたいな話してた気がするんだよね。なるほど、うん、続報を待ちます。続報、それの、yes. 林先生の林先生の続報、ぜひ続報林先生情報、ゆそっち情報。あー、私は、お腹が空いてもコンビニに行くなっていうね。なるほど、元を立つということですね。そう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 、行かない私は。おっと、まず行くのがめんどくさいし、まあ、遠いちょっとねコンビニね歩いて暗いところを歩くし、怖 い, ない怖いなって思って行かなかったりとかして、うん、うん、まあ、塩と水でね。ちょっと、なん、本当ですか。水は飲む、水は飲む、ね、超飲む、水飲む。水は確かにいいと思います、うん、はい、水飲むと代謝も良くなって、ね、綺麗になれるよ、うん、それは大事だ。埼玉県民さんのお肌もピッチピッチですよ。その通りだ、うん、そうね、大事です、うん、埼玉県民さん。あとはね、お金持ってかないっていうのも手かもよ。え、あの財布に例えば1000円だけ入れてくとか、うん、もう余計なものが買えないようにっていう物理的な、うん、なるほどね、この中で買う、うん、やりくりするみたいな、今日はやりくりするぞと、うん、あー、その手もあるか、うん、いやいや、ね、いや、もうね、食べた方がいい、あ、まあ、食べた方がいいよ、もうその時しかもう食べれないものもあるかもしれないからね、うん、それはそうかもしんない。今どっちかつ道具自分に言ってます食べていいんだよっつって、食べていいんだよ、しょうがないっつってね、食べていいんだよ。そう、その分運動頑張ろうよ、頑張ろうな、頑張ろうな、運動頑張ろうなそれだ、おそれが一番いい。はい、皆さんお便りありがとうございますこれからもどんどん送ってください。以上、マビノギ通信でした。マビノギ、ロナとタンのファンタジーラジオ、ビジュアル企画、絵のお題を当てましょうなんでやる気ないのいや、もうだってまた絵じゃないですか、また俺なんか自主規制じゃないですかちゃんとその辺考えてか、あの出せるもの書いて。今から私とオノパンにそれぞれ絵のお題が出されるので、私たちは手元のスケッチブックに30秒でお題の絵を描きます。これお互いに描いた絵のお題を当てることができると1ポイント獲得、最終的に4ポイント以上獲得できたらチャレンジクリア、3ポイント以下だった場合はまあ飲めよっていう話です。わかりました、ブリブリいきましょう。頼むよ、あの、分かってる、私に分かるように書くんだよ。いや、分かってる、それもう言われなくてもですよ。これは要は2人でってことですもんね。そうだよ、ね、あ、ちょっと待って、これ前回もやったじゃん、前、前やったことあるじゃん。そうですね、何書きましたあなた。何でしたっけ。可愛くす、あー、あー、分かった、可愛くすだ、可愛くす、そうだ、
スフィンクスでしょ。そう、スフィンクス書いて、これ三角形のね、わかんないよあれしかもユーニコと書いて、イソッチこれ知ってっかなみたいな知っとるわ元は。え、あれあれは自主規制じゃない、あれは大丈夫、ほらあれはセーフじゃないですか。え、何がいけないんですか、自主規制。あ、バナナか、バナナだって、だからセンターに立ったバナナ、あ、センターバナナが、うん、くそー、いいでしょう。まあ、だ今回は大丈夫ですよ。仲良くやってこう。仲良く飲みたくないもんね。そう。これやっぱ今回は2人でポイントを稼いでいくパターンですよね。うん、ってことですね。対決じゃなくて。じゃあ最初のお題いきますよ。お願いします。俺が書くんですかね。最初は。違うよ違うよ。2人で同時に書くんだよ。だから2人で引くの。一個一個。さあ。あ、そういうことか。そう。わかりました。はい、聞いた。おい、引いた。わかんねえ。じゃあ行きますよ。シンキングタイム、ライティングタイム、ドローイング、ドローイングタイム、まあ、じゃあ書きましょう。スタート。よっしゃあ、これやべえな。くそ。あーでも、あーでも、これはもしかしたら、あ、これいいかも。あーあーあああ、これいいかもしれないぞ。これいいかもしんないぞ。やばい、これはいいかもしんない、これはいいかもしんないきた、どうだろう、これはいいぞ。じゃあ私の絵から。お、ダカダン、これまず俺当てるわけですね。うん、これ楽勝だな。来た、いいっすか、こんなサービスもらっちゃって。これあれなんとかだろう、どっちか、なんとかって言うなよ。ちょ、どっちかです。浦島、浦島ピンポン、浦島太郎正解オッケー、オッケー、危ない、今危なかった。何太郎って言おうとした。いや完全にもう桃太郎とあれでも、ま、桃太郎、桃太郎先週の話よ。そう、どっちだっけと思って、うん、おい危ねえ、俺いきますよ。うん、これも言ったんじゃないかな。いくよ、おい、せーの、はい、またかよ。いやいや、今回目違えるじゃないですか、ほら。モアイぞ。ほら来た、うまいぞ、正解、ほら、うぇー、ほら、え、これで2ポイント。もう2ポイント、やった、なんだ、楽勝じゃないですか。あと2ポイント取ればいいんだよね。ほら、今回だいぶモアイいけたんじゃないですか、これ。うん、前より全然いい。ねえ、うん、ほら、これ分かるなら、カワイクスもいけるんじゃないか。あといいやつ取って。あ、まあそうです、何を控えめますか、ね、うん。次々いくよ。はい、来た。じゃあ、はい。俺にこれ系はやばいって。何にしたのよ、これ系はやばいって。何にしたのよ、やばいな。さあ、いきますよ、ドローイングタイム、はい、スタート、スタート。よし、これはちょっと嫌な予感すんな。うわ、これでもまずいな。文字書いたらいけないの？文字はダメでしょ多分。なるほどね、どうしようかな。でもまあ文字書かざるを得ないやつもあるんだよ。あ、マジで、マジですか、うん、そうなんだ、書かざるを得ないのはもうどうしようもないですね、うん、あ、来た、しゃあ、はい、どうだろう、これ、これいったんじゃないか。じゃあ私からいきます、どうぞ。だから、ちょっと待てよ、本当はね、文字を書きたいの。ちょっと待てよ、ちょっとね、大きさがちょっとこれ大きいです。ちょっと待てよ、ここだけ、ここだけ考えて、ここだけ考えて、で、こんなのにもあるよねみたいな。聖徳太子、ピンポーン、素晴らしい。まあ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 、そうそう、うん、なるほどね、はい、紙幣にあったかなと思って。あ、そう、昔のね、ってことですよね、お金なんだよね。そう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 、あぶね、これ、はい、これいきますよ、はい、届くはず、これは。だって危ないっつったじゃん、さっき。いや、でもこれはね、書いてる間に確信を得ました。本当？得た？いいよ、うん、せーの、ドン。え？ほら、なになに、これは来たんじゃないか。ボクシング、はい、正解、お、やった、てってれー、てってれー、やったやったやったクリアじゃね、これクリアしたよ。このね、やばかったのはこの動作系はやばいんですって、絵の下手な人に。そうだね、そう、前回なんか腕折れてたの、なんだっけあれなんだっけ、考える人 だ、あ、考える人が、そういうね、動作系やばかったんですけど、まあ、でもこれなんだかね、一瞬わかん、うん、まあ、一瞬はね、ちょっと頑張ったよ私も。いや、よかったよかった。また見るって手が透き通ってるんですけど、もうまあ、そこはもういいよ、しょうがない、これもう、これよく見るとあれなの、ボクサーパンツみたいなこと。あ、そう、そうかもしれません。
どういうことだよ。いや、そうかもしれない。あなたが書いたものですよ。いや、先生これ自信を持って。普通に足なんですけどね。おお、よかったよかった。クリアじゃん。ああ、よかった。でも相変わらず目は一緒なんだね、小野くん描くやつ。そうですね。なんでこれなの？いや、これしか描けないんですよ、目が。他のちょっと描いてみて、目。目だけ。え、どういうこと？他の目？うん。他の目。可愛い目。え、かわいい目。そこに書くの？これさ、でもパッて出されるからここじゃないとこに。あ、書いちゃった。まあ、ここじゃないとこに出すよ。もういいやこれ。うん、うーん、これこういう目ですか？まあちょっとなんかあ赤塚不二夫先生的な的な、うん、こういう目なら書けますよ。うんうん、かわいい、かわいい目ってどう書くんですか？逆にかわいい目、あのよくほらだからキャラクターグッズとかにありそうな。だってゆるキャラ好きなんでしょ？ゆるキャラ好きです。じゃあゆるキャラの目って案外ね、こうなんすよ。あ、そうか。案外黒なんすよ。あ、確かにフナッシーとかもそういう感じなんですね。そう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 、でこうなってさみたいな。あ、でも可愛いじゃんこれ。お、これでいいのか。うん、こういうことか。新しい目を見つけた、うん、新しい目を。やった。ちょっと怖くないですかこれ？ちょっと怖い。ちょっと怖いっすよ。何を考えてるかわからないし。そう、皆さんこれ見えるかわかんないですけど、怖いっすよこれ。ちょっと一瞬さ、なんかこうさ、うん、あのこういうの持たせたらさ、うん、なんかやばい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 、なんかやりそうな顔だもんね。それもう見せらんないじゃないですかこれ。もう自主規制ですって。もそんなことないよ。まったく。まあでもね、ともあれよかったよかった、センブリ茶がね、ないということで。やったー、イエーイ。以上、お題の絵を当てましょうでした。マビの日、ロナとバンのファンタジーラジオ。ここでマビノギからのお知らせです。ほい。大人気アニメソードアートオンラインとのタイアップも残すところあとわずかとなってしまいました。あれだ。皆様お楽しみいただいてますでしょうか？まだ参加してないよという方はですね、9月12日まで実施しておりますので、ぜひエリンに足を運んでみてくださいね。詳しい情報はマビノギ公式サイトをご覧ください。以上、マビノギからのお知らせでした。マビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆さんからのメールを募集しています。マビノギをプレイしてみた感想、僕たちパーソナリティへのメッセージ、質問などなどどんどん送ってください。メールは番組サイトのメールフォームからお願いします。しゃーこれー、どうしたの？重大な発表が2つありますよ。お重大っつってもちっちゃいんですけど。じゃあ1つ目からお願いします。まずね、なんすか、さっきなんか普通でいただいたうん、RP、 あ、うん、RP なんじゃん、 RP クエストとか、クエスト、うん、ロールプレイングじゃないですか、ロールプレイじゃないですかっつって俺言って、うんうんうん、そっちが「いや違うよ」っつって言って、俺シュンってなっちゃったあれ、うんうん、あれロールプレイらしいっす。あ、そうなんだ。いや、そうなんだ。そうそうっすよ。なんすか、そうっすよ、ロールプレイでした。イエーイ、イエーイ。でね、うん、もう一個ありまして。なになになに？ほら冒頭でさ、2学期でニューしてる子とか。あ、2学期でニューあったね。あれは作家さんの、打ち間違いで、うん、2学期デビュー。あ2学期デビュー。それがデニューになってた。デニューになってた。N と B って隣かな、あれね、あれで。そういうことか。タイプライター的には2学期デビュー。崩れちゃってデニューになっちゃった。我々もうデニューがあると思ってたけど、僕らにとってはもうニューしちゃっていうのはね、もう定番になっちゃったんで。ニューしちゃった子いる、はい、とかいう話までしちゃったぐらい。はい、もうなのでもうニューでいきます僕らは。はい、みんなニューしてるっつってね。ニューしてる人がいたら、じゃあ情報ももらえますか、ぜひ。こんなニューっ子がいたと。ニューっ子の情報ぜひお待ちしております。ニューっ子以外にもね、先ほども言いましたけど、うん、マンビドリをプレイしてみた感想だとかね。くつこちゃん、おどうする、そろそろちょっとやっちゃうかな。やる、またちょっと。でも大人になってるかな。大人にはなってるよ ね。だってもうあれかれこれ4週ぐらいあれくつこ来てないよ。もう成人しちゃったのかな。クツコ何歳だっけ？クツコ一回転生させて、そう、もう今何歳だかちょっとわからないぐらいの。自分の娘の歳がわからない。反抗期ですよ。やばいですねこれね。やりましょう、やりましょう。クツコ入手してたらどうする？クツコ。クツコ入手して。え？あのトラじゃないの着てるかもしれないよ。着てなんか短い。スカートを履いて、でなんかこれがおしゃれ、今これおしゃれな、おしゃれチックじゃないみたいなって、ブラ丸見せみたいな。マジ勘弁ですよ。全裸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 、まずいよそれは。ちょっと良くないですよ。自主規制しましょうそれは。アイドルにしてく子なんですから。そうですよ、大事だね。大切にね育ててください。大事にしましょう。はい、それでは今回のマビノリロナとパンのファンタジーラジオはここまで。お相手は磯村智美と小野ゆきでした。バイバイ。バイバイ。マビノリロナとパンのファンタジーラジオ、この番組はネクソンの提供でお送りしました。